はい、ミスターノースフェイス AKA キャップは367日の男 AKA、キャップをかぶってなくて歩いてるということは全裸で歩いてるということな気がする男、浅野浩平です。はい、実はね、久しぶりにこのキャップを買いました。なんかね、その一応ノースフェイスは結構定期的に、オンラインストアやったり、まあ、ホームページ見てるんやけどね、アメリカので、まあ、アメリカのはさすがに買えんし、そのまあ、たまにメルカリとかそういうので出してる人がおるけど、なかなかノースフェイスジャパンがちょっとそのアメリカ内蔵された感じのキャップをね出さんのよね。で、まあある時ポチポチっと見てたらさ出た、うん、でちょうどもうそれが欲しくて、実はそのノースフェイスストア行って、もう一目これやっぱりここです。はい、これね、名前はねキャンプメッシュキャップ、俺は K ブラックを選びました。ナイロン、ポリウレタン、ナイロン、ツバブナイロン、ナイロン。はい、とにかくね、まあこんな感じよね。な、俺ね、もう暑いキャップ、結局さ、その、なんちゅうの、いつもみたいな、そのキャンバス地のとか、まああと夏ビーニーもかぶりたくないし、その、やっぱツバがある方がいいし、まあ俺はもうとにかくその、あんま自分の髪型が好きじゃなくてさ、その、普段は帽子をかぶることが多いんやけど、これドンピシャやね。でね、まあこういう実はノースフェイスで横がメッシュなの持ってるんやけど、これはちょっとね別格かなと思ってね、俺結構流行るんじゃないかなと思う。はい、儀式いきます。おー、このタグシールかな、違うし、このタグシールかと思ったらシールって貼るし、わかるよね。はい、じゃあ早速、この何がかっこいいでさ、まずその横がメッシュっていうのはね、結構その風通しいいよね。でこの後ろわかる？俺ね、後ろにノースフェイスのマーク、そしてこのなんちゅうバックルっていうかな、まあ、とにかくね俺はあのこれとこれが同じ素材で、ここだけがなんか なんちゅうで留め具になってるのあんま好きじゃなくてさ、まあ、こういうスポーティーのキャップを俺はかぶることが多くて、でこんな留め具見たことないしさ、でしかもそうなんていうの、多分これ締めたらこの横ごと締まってさ、結構そのフィットするよね。なおかつ俺が気に入った一つはさ、これめっちゃ小さい、浅い、うん、だけどね、あの 俺あんまめちゃ頭小さいんで、結構ねブカブカなキャップが多いんやけど、これやとその L と S サイズがあって、もう迷わず S よね。でかぶってみた感じもいいし、調整もできるし、そう調整結構できる、ケントもかぶれる。はい、こんなね、これいくら？これ今日高かったけどね、俺結構流行ると思うよ。忘れたわ、でも5000か6000ぐらい、久々キャップにそんな値段だね。はい、あ
あとこれね、まあ、シンプルなノースフェイスマークと、なんかね、このつばんところのね、なんちゅう、手前に、ちょっとこの穴が開いてかっこいいよね。ちょっと俺、よく意味わからんけど。で、こういうファイブパネルみたいな、頭の形にフィットするような感じです。あー、フィットしています。フィットしております。頭の形にフィットしております。でちょっとね、まあ俺の被り方なんやけど、やっぱもう浅めに被って、あんまりこんなんするとさ、ちょっとこう、好きじゃなくて、うん、卵系の俺頭してるし、で、まあ普段、さあノースフェイスのなんかほんとちらっと見えるような感じ。そういえばこれノースフェイスパープルレベルでほんと多分10年くらい前のやつなんやけどね。いやー、全身ノースフェイスにしちゃいました、いつの間にかね。今気づきました。で、フィット感はいいね。横やとね、ほんとうっすら、まあ、これがなんかさ、ちょっとアメリカっぽくてかっこいい、この後ろもね。で、後ろ向きで結構ね、まあ、ロゴがないキャップってめっちゃ多い。だってこれ2つも仕入れたらもう金かかるしね。で結構これ金かけられてて、その後ろのこのアクセントもちょっとかっこいいし、ここも隠せれるっていうのかね。そう、結構これはさ、この止めんとこないとさ、ペローンとなるんやけど、これがこれもちゃんとこうフィットする。うん、もう俺なんか頭小さいけどさ、結構めちゃ小さくしたらもうめちゃ形まで変わっちゃうのかな。けどこれやとまあすごいちょうどいいよね。浅いとさ、まあ、髪が短いとすごい好きなんやけど、やっぱこの横がスッと見えるし、髪切った後のキャップ映えする、これはもう究極のキャップなんじゃないかなと、ちょっと個人的に俺は思ってるよね。あ、これめっちゃいいわ、これめっちゃいいやん。で、夏ね、もうほんとさ、もうたまにいるよね、こうファッションかけ違えてるやつ、もうそのキャップ暑いやろとさ、たまにあのコーデュロ、まあおしゃれなのは分かるけど、コーデュロイとかさ、あと夏にそのビーニーもわかるけど、暑いやろ。それこそね、もう多分究極にこうなんか、なんていうの、速乾性のあるビーニーとか今出てるかもしれんけど、夏はキャップかハットでしょ。まあ黒やとね、まあ下が黒やと基本的にもう何でも合うし、まあ、俺はスニーカーとキャップとパンツの色はなんか合わせたら、うん、常におしゃれな感じもするし、これはちょっと俺のヘビロテになりそうな、気がするわ。このやっぱメガネとこの横がね、すごいこうなんてガーッと見えるのも結構好きやし、あんまりでかいとさ、このメガネとそのなんてこれ当たってさずれるよね。そんなんもなくて、まあ、とにかくノースフェイスグッジョブ。あのサイズ感が小さいの出してくれたってのはもう俺はすっごい嬉しい。結構ね、大きいのが多くて、俺も全くニューエラー系のああいうこうなんていうの、硬いでかいあのシルエットとかこうまっすぐなの興味ないし、俺はもう本当クラシック、もうここもしっかり曲げて、なんかなんていうのかな、90年代の本当あのポロとかで使ったなんていうのコーディネートが好きやでさ。バッチシです。でさ、俺が買ったらさ、俺が買ったらさ、何を思ったらさ、お嫁さんも欲しいとか言ってた。で、なんとこれね、ハットバージョンもね、あるよ。これね、横がメッシュで、まあ俺でも結構これおしゃれと思う。この、そのバックルの留め具のとこもかっこよくて、俺これいいと思う。で、俺はね、ちょっとハットはめったに被らんねんけど、まあこれほんと、そのハットやとこのノースフェイスのマーク別にどこでもいいし、まあ絞りがあるハットも結構ノースフェイス的にはグッジョブなんじゃないかな。これちっちゃくしたらね、多分俺でも。え、いいやん。え、いいやん。で、いいやん。うん。いいね。ちょっと90年代って感じで、うん、
ポークパイみたいにこうやって上げてもいけるし、俺昔ねこんな感じでねシャツでさその一番上まで留めてよくそのケツメイシ領事風 B ボーイをなんか目指したけど、これもいいね。ハットこそさそのナイロン素材のものが結構少ないし、おそろで被ることは来るのでしょうか。ちょっと恥ずかしいけど、あーな、いいやんこれ、うん、被れるわ。絞りがあるキャップは相当珍しいね、うん、はい、というわけでね、まあ何の因果が、まあ、これが別になんか俺名前は調べたことあったけど、なんかそのメッシュキャンプキャップっていうのはちょっと知らんかったわ。でちょうどキャンプチェアも買ったし、ちょっとそのノースフェイス縛りでなんかちょっと上品なキャンプしたいな、ちゃんとシャワーついてるとこでねと思います。以上、最近買ったミスターノースフェイス AKA キャップは367日男、 AKA キャップなしイコール全裸で歩いているようなもんと思っちゃう男 .com でした。